小学校の卒業式に、君たちは苦労した。しかしこれからは違う。とかそういう歌？は、どうかとは思うが。主演の余興として、てるてる坊主の歌、それは正しいかは悩む。歳月を経たシニア世代を前に、しかも主演の時、お前の首をちょん切るぞ、は、しかし。歳月は、それを笑えるか納得し得るか、そういうものだろうか。過ぎた話だ。疑問に思わせないだけのクオリティがあったかいなかだけが心配ではある。良くも悪くも個人的には、ビートたけし氏が天皇陛下の在位30周年の祝宴に対して、昔の、コントを混ぜた、それ、早い選択だった気はする。そして、それ、以上は、余計な話、だ。ともかく現状の把握はできた？中華思想の皇帝、それが消えた。後の、しかし、昭和の継続。それ、による祝宴。ともかく平成が終わる。